さあ、本日は激アツ情報をお届けしていきたいなと思っております。ということで今のうちに高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。さあ、それではもう早速やっていきましょう。はい、ということで今回タイトルにある通り1月の26日ということなんですけども、なんと1月の26日にあのテレビ放送が発表されますということで、まずは皆さん、昨年の2023年2月の3日に何が公開されたか覚えていますでしょうか？はい、そうなんですよね、鬼滅の刃の上弦集結の、劇場版が公開となっておりましたが、もうあれから1年が経過いたします。で、そしてその日の夜に、なんと主題歌や声優、新予告 PV など、様々な最新情報が鬼滅テレビにて、60分間にわたってね、公開となっておりました。さあ、具体的にはこんな感じで、鬼滅テレビワールドツアー上映開幕スペシャルということで、夜の8時から9時の放送となっておりましたよね。覚えていますでしょうか？さあ、そんな鬼滅テレビなんですけども、昨年はなんと主題歌アーティスト PV だったりとか上弦の鬼 PV などが解禁されております。まあ、さらに他にもね、様々な最新情報が解禁となっております。さあ、そして今年の2024年の2月の2日には柱稽古編の劇場版が公開となります。つまりですね、今年も2月の2日に主題歌や新予告 PV、そしてその他の情報など様々な最新情報が解禁となります。今回ですね、劇場版でオープニングが初公開となるため、これに関しては本当にね、確定だと思っております。さあ、そしてそんな今年の鬼滅テレビの公式発表ですが、それがなんと2024年の1月の26日の金曜日の夜6時に解禁されますと。はい、なんと昨年は2023年1月の27日の金曜日に発表されているんですよね。まあ、映画公開のちょうど1週間前ということで、まあ、7日前に発表されているので、今年は1月の26日ということになります。さあ、今年はどういった鬼滅テレビの内容が発表されるかわからないんですけども、鬼滅テレビワールドツアー上映開幕スペシャルというのがね、2024年の2月の2日に放送というお知らせがあるでしょうと。はい、映画の公開に合わせて最新情報の解禁っていうのは確実だと思うので、楽しみにしておきましょうと。さあ、ちなみに現在発表されていない情報はこんな感じとなっております。さあ、放送日、主題歌、新規声優、キービジュアル、柱稽古編の第一弾 PV、新作アニメ、鬼滅祭のさらなる情報と、まあ、想像以上に、まあ、情報が解禁されていないことが明らかとなっておりますよね。いや、近日これらが、まあ、順々に発表されていくわけなんですよね。いやー、楽しみですね。さあ、ということでスケジュールとしてはこんな感じとなっております。さあ、1月の26日の金曜日に鬼滅テレビの公式発表がありまして、2月の2日にそんな鬼滅テレビの放送と最新情報の解禁といった形で、そんな感じの流れで柱稽古編はね、発表となってくるでしょうと。はい、ということで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バーッ。